でこちらが2020年の7月に新しくリニューアルオープンしたナウパガチャです。あ、リニューアルされたんですね。昨年トラベラーチャンネル、はい、こんにちは、山田です。今からですね、53 by the sea っていうレストランのところにテラス by the sea っていう教会があるので、そこの方をちょっと見てこようと思うんですけど、レンタカーがハワイは不足している関係で今日はレンタカーがないです。で、まあいろいろタクシーとかウーバーとか見たんですけど、ウーバーも来るのに何十分かかったり、いつもよりコロナ前に比べると、料金がですね、倍になってますね、タクシーの運賃なんかも。だから、これものコロナ後の、コロナ後の影響ということで、レンタカーがないというのと、それからタクシー代が上がっていると、いうことが、言えると思います。まあ、間もなく来ると思いますので行っていきたいと思います。ここは嵐の階段で有名なところですね。で、まあ、当日はご存知かもしれないんですが、お式が終わられたお客様というのはこの大階段で撮影などもしていただいてますね。昔あのジョン・ドミノスっていうレストランで、そうですね、またやってらっしゃいましたよね。はい、でハワイに来た友達を必ず、ハネムーンの子が多かったんで、その当時は、はい、僕友達をよくここに連れてきたり。あ、なるほど、いいですね、最高です。ダイヤモンドヘッドが本当に間近に綺麗に見えますね。そうですね、もう真正面に、はい、これがテラスバイザシーの強さでもあり強みでもあるんですけど、はい、やっぱりハワイの象徴であるダイヤモンドヘッド、そうですね、青い空というところのコントラストで、はい、これ椅子ってあれですか、コアの木かなんかですか。あ、そうですね、この壁に使っている木であったり、はい、すべてピンコアの木、はい、地産地層でメイドインハワイでいいですね。ありがとうございます。もう本当に建物が両端に、そうですね、はい、最初できて高見の方に勉強会に来ていただいた時に、どっちもいいなと思って。あ、ですか、ありがとうございます。でこちらが2020年7月に新しくリニューアルオープンしたナウパガチャで、リニューアルされたんですね。昨年リニューアルされてます。実は前はですね、はい、壁が一面真っ白の、そうですね、はい、こちらの木を施したり、はい、ベンチにナチュラルの木を入れたり、はい、より真っ白なイメージが洗練されてあるほんとだ、少し優しさで、そういったものを表現させていただいて。本当だ。さっき入っていた時に扉がちょっとなんか変わったんじゃないかなと思って。そうなんですね。あとはこの柱の部分に関しては、はい、コーラルストーンといって、まあ、サンゴの石ですね。あ、サンゴの石。ナウパカの伝説が大好きで、ナウパカの花がね、好きなんですよね。で例えばああいうのをバックに、教会以外にああいうのをバックに外出て撮るところっていうのは、こことそれから向こう側もありますか。あ、そうですね、フラワーガーデンと庭がある。あ、そうなんですか。
庭というほどの、まあ、広さは正直言うとないんですが、はい、まあ、ただ海とダイヤモンドヘッドがご覧いただける開放的な場所でフラワーシャワーをしていただいたり、あと当然のビーチ撮影とか、はい、あのサンセット撮影とかワイキキの街中での撮影をするっていうその式場の施設を飛び出した撮影を全然できるので、あ、そうですね、あのフォトツアー人気だから、やっぱあここの景色もいいな、間から見える景色もいいな、絶えずこのワイキキとダイヤモンドヘッドを意識したなんかあれ設計になって、ね、やはり波がね横に流れるロケーションっていうのは他には見れない、見れないですね。雰囲気だけでは感じていただける。あ、すごい、めっちゃいい、これは。うわ、